今日から3日間4人で乗り打ちようと思います。72,500円になります。1人3枚ですね。あいつはあいつはお前分かってやろ、舐めてやろ。46,900円のプラスです。ういどうも、銀城チャンネルの大木です。クルトです。最終日、3日目ですね。俺ら2人で設定狙いということで、はい、汗草和也がハイエナして、で、おっちゃんが僕と無双第3章のパチンコ、おそらく回るんじゃないかなっていう予想で朝から行ってます。まあ俺らは今日特定日で、まあ末日が強い店なんで狙っていこうかなと。そうですね。で、早番やったら20が鉄板で末日入ってるんで、ちょっとダメそうな番号やったら、まあ、他の末日を狙っていこうかなと。末日とか、まあ、ハイエナとかできたらなって感じですね。で、もう並んでるんですけど、並びが70人から80人ぐらい、そうですね、それぐらいになれると。まあ20を取るなら5番以内ぐらいを、他の末日取ろうと思ったら、まあ20番から30番以内は欲しいなっていう感じで、とりあえず抽選受けてそこからスタートです。そうですね。今のところ抽選自体は2日間で1回取らせるぐらいになってる。まあ今日しっかり6積もって2人積もれればな、最低1人は積もろうかなっていう感じで、まあ、あと3分で抽選始まるというか、抽選行きます。じゃあ抽選終わったらまた取ります。後ほど。今から抽選していきます。狙い台取れました。まあさっき言った通り、リゼロを取ってから今から分回していきたいと思うんで、じゃあ打っていきたいと思うんで、バイチャー。おはようございます。ゆうです。今日はパチンコの北斗無双、これを朝から打っていこうかなと。あ、抽選受けてないですけど、パチンコだからまあゆっくりめにいいかなと。で、昨日下見した段階で、まあ、結構回りそうやったよね。知り合いのね、遠業の人にも話聞いたら、まあまあ回るよということで、何台か目星つけとるけん、まあ、それをね、両組の末狙いってことで、今日は打っていこうかなと思います。ということで、今日も一日、よろしくお願いします。銀城チャンネルの和也です。今日はね、3日目ってことで、まあ朝からはね、やることない件が、設定が入りそうなホールはあったんやけど、データ取っとる感じ、今日はちょっと狙いが絞れんし、配分も多分ベースが結構落ちとると思うけん、朝から抽選引いて設定狙いに行くってことじゃない件が、しかも結構専業とかもあんまりおらんで、まあ後積ももできると思うけん、朝からはまあのんびりハイエナしながら、まあ後積もができそうなら後積もを狙いに行ってっていう感じにしますかね。クロちゃんにリゼロ取られました。まあこれしょうがないね、乗り打ちだし、あいつに6かどうかは分からんけど、6やったらバリバリ出してもらってちょっと頑張ってもらおうかなと。で、俺は同じ末尾の窓3の反逆をちょっと打っていこうかなと思ってます。まああんまり窓3は打ちたくないんですけど、機械割りも低いし、まあしょうがないよね。
はい、先ほど朝飯食いながらコーヒー飲んで、それから1時間ぐらい経ちました。まあその間に数店舗が見回ってきて、ようやく1台目拾いました。1台目は吉宗の318でーす。また吉宗かって思ったろ。まあしゃあないや、こればっかりは。やっぱ最近吉宗がね、めちゃくちゃ拾えるけん。前は絆やったけど、今どっちかって言ったら吉宗やもんね。第1はどんくらいかな、2500円から3000ぐらいだと思います。まああいつはね、600ゲーム以降に当てて 10% 引いて15台の湯で入れてプチョンさせるしかなかったんで、じゃあ行ってきます。
今現在昼の13時ぐらい、おのおのの就職告ちょっとしたいと思います。俺自体が窓すりまだやめてないんですけど、マイナス200枚、ちょっと微妙、6にしては弱いけどまだやめれない状態なんで、6やったらラッキーけど4っぽいなっていう感じなんですよね。でクロちゃん、まあリゼロ取れたみたいで、朝一一発目の白ゲーで確定出てます。全て俺のおかげ、間違いなく。まあ、とりあえず2人はこんな感じで、でカズが LINE で聞いたら今プラス1040枚で、引き続き天井狙いなどやってるそうです。ゆうとくんは、まあ、ちょっと多分調整されとって23ぐらいかな、22と23の間ぐらいで、あんま美味しくないけん厳しいかなみたいな LINE で、マイナス5700円らしいです。まあまだ多分打ち寄ると思うんですけど、で俺もまだ窓3はもうちょっと粘ってみて、もう6っぽくないって完全に判断した時点でやめようかなと思います。あの窓3の4とかね、正直打ってられんけん、リゼロの4とかも、まあ、話にならんけん、まあ、とりあえずね俺のおかげよ、リゼロの6が打て取るっていうことで、みんなには感謝してほしいね。じゃあ引き続き一日頑張ります。頃なんですけども、今1000円あたり22ぐらいなよね。あれ回転数稼げんよね、通常しね。いいってクソ投げ、個人的には24ぐらい欲しかったんよね。まあやめるかな、1回初当たり取れるか、まあもしくはホールの状況を見て打てる台あったらやめようかなって感じなんやけど、飯を食ってホール巡りでもしたいと思います。じゃyou
現在時刻は7時くらいですね。リゼロ売ってるんですけど、700、500ってきたんですよ。リゼロの6もわからんすわ、正直。案内されたら。まあ、とりあえず、時間ないんで、今から分回していきたいと思います。それでは。いや頑張ったね、3日間ね。一番頑張ったら。だな、寝坊したやっか。とりあえずさ、3日目の報告場所か。大輝から。打った台が、窓3の反逆。まあ、推定4と判断して、で、そこから、モンキーの内部598、これ打ちました。合計が、マイナス8100円。負け。負けました。はい、じゃあ次、カズ。俺は朝からハイエナして、ハイエナが3台。吉明の318ゲームと、後半の1128ゲームと、セールスマンの絶賞364ゲーム。打って、収支がプラス21,000円。これだけは勝つのは結局。で、じゃあゆうとさんは？俺のはね、朝から北斗無双打って、あとハイエナ2台、チャンスモード B 狙いと、あと、絆の4スルーの396ゲーム。以上、3台でマイナス5,700円。はい、じゃあクロちゃん、両番引いて狙い台のリゼロの方に行ってから朝一6角出て、中止がプラス47,500円。ういです。うい、ナイス6角。クロちゃんのリゼロから6角画面が出て、みんなクレジットボタン押してどっか行ったお疲れ様でした。なるほどね。で、結局今日のトータル収支は、今日のトータル収支がなんと57,700円です。うい、なんか物足らん気もするけどな。こいつこんななんかドヤ顔してさ、主役みたいに言うけど、俺が狙った台をこいつがたまたま俺よりも抽選早くて、うん、取って、うん、たくさん六角出ましたーって頭いいやろこいつで。俺はしぶしぶ窓3のあんまり座りたくないやつを取って、俺のは4って6あったと。6他の台で見つかった。ああ、じゃあそれ大吉さん悪いじゃん。え、大吉さん悪いじゃないですか。狙い台のちょっとあるかね。いやいや狙いじゃないですか。いやいや、ちゅうことで、はい、3日間のトータル収支、3日間のトータル収支は、はい、なんとですね、174,100円です。よっ。で、気になるところ、実際にどんだけ期待値を取っとるか、それも計算したんすよ。1日目、2日目、3日目の、うん、
合計期待値と、合計収支ちょっと発表したいと思います。まあ、4人の合計期待値と合計収支ってことね。そうです。うん、OK。 1日目が 43,600円期待値取ってます。おで、収支が 72,500円で、2日目 43,800円期待値取ってて、46,900円、3日目91,100円期待値取ってて、合計が54,700円のプラス、トータルで178,500円期待値取ってて4人で、で、収支が174,100円。期待値通りぐらいやね。やらせ？やらせ？クロちゃんちゃんと録ったの本当に？画面ペッて見せましたよ。あ、そうや。ちゃんとね、動画にあの六角の画面残っとる。あ、本当？どうせやらせって言われっけんね。お前クロちゃんやらせやろって言われっけんね。ピーや。いいや。まあ本当期待値通りやったね。まあ欲を言えば一人2万ぐらい取りたかったね。まあ設定があんま積もれてないけどね。いきなりすぎるもん、この人。ね、まあ、準備もしとらんや。とりあえず乗り打ちするにあたって寝坊は絶対許されません。人に迷惑かけたらダメよね。やっぱ信用できる人間と乗り打ちしましょう。以上です。以上です。間違いなくこっちのセリフよ。はい、最後ゆうとくん、撮影終わってからうまい酒を飲んでうまい飯を食いましょう。カズ、はい、今回の動画皆さんいかがだったでしょうか。サンダラ、今回の動画皆さんいかがだった今回の動画皆さんいかがでしたでしょうか。高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまたお会いしましょう。ボーン、バーン。肝かな、ワイたち。今まで勝ってるでしょ。もういいでしょ。お疲れでした。よし、終わり。よし、飯行こう。よし。